スケールドコンポジッツはカリフォルニア州モハーベのモハーベ宇宙港に位置する航空機、宇宙機のメーカー。1982年創業。実験的な機体の設計、開発を得意とする。元はルータン航空機製作所と称した。スケールドコンポジットという日本語で表記されることもある。2007年よりノースロップグラマンの参加。著名な航空機設計者。 バートルータンが創業したこの会社は現在前衛的な航空機の概念設計や様々な輸送機器に関する試作機の製造プロセスの開発に焦点を当てている。1986年に初の無着陸無給油で世界一周飛行を達成したボイジャーや2005年に初の単独無着陸無給油で世界一周を達成した グローバルフライヤー2004年にアンサリエックスプライズを受賞した宇宙船のスペースシップワンとその母機、ホワイトナイトなどで知られる。他に NASA が大気観測ミッションなどに使用したタンデムウィングのプロテウスも開発している。これらの機体の構造には社名ともなっている複合材料が多用されている。ボイジャースペースシップワンとホワイトナイトありがとうございます。